サゴマフアザラシのフィーリングタイムの前にはちょっと雨もぱらついていたのですが、やってる間にだんだん晴れてきましたね。皆様ご移動ありがとうございます。これからペンギンたちこちらの目の前の通路を歩いてフィーリングタイムを行いますが、その際に手や顔などペンギンたちの方に出してしまうとほぼ 100% つつかれてしまいます。絶対に手や顔など出さないようにお願いいたします。カメラのレンズも割られてしまうことがありますので、カメラの十分にお気をつけください。そしてペンギンたち餌をとっても狙っているので、どこからつついてくるか分かりません。柵にも手をかけないようにお願いいたします。さあ、それではペンギンたちも待ちきれない様子なので、早速フィーリングタイム始めていきましょう。さあ、飼育係が小屋の扉を開けると、続々とペンギンたちスロープを下って出てきてくれました。さあ、そして階段も上手に下ってくれましたね。こちらのケープペンギンという種類ですが、アフリカ大陸の南端にある南アフリカ共和国という国を中心に定住しているペンギンたちです。そのためペンギンといえば雪のたくさん降っている寒いところに住んでいるというイメージが強いかもしれませんが、このケープペンギンはビーチなどでも見られるほど温暖な環境で生活をしています。名古屋の気候とも似ているところがあるため、このように外でフィーリングタイムを行うことができます。さあ、続々とペンギンたち出てきてくれましたが、皆さん間違い探しのように2羽だけちょっと模様が違うペンギンがいます。この2羽実は今年生まれたばかりのまだ0歳のペンギンなんです。さあ、1羽はまだ私の近くにいますね。そしてもう1羽がズンズンと奥まで進んでいってくれましたね。ちょうど離れてくれましたね。最近やっと飼育係の手から餌を食べられているようになりました。それまではお母さんお父さんからご飯をもらっていたんです。後で撮るよ。
の子草食べてあるわ。パパ見て、あの子草食べてある。今あの子草食べてた。見て喧嘩。喧嘩してたな。1日のトータルは？暑いところでも大丈夫。大丈夫。はい。あ、いいね。南アフリカって。いろいろ種類があるんだね。うん、ああ、そう。キラナ。トリップ公園。うん、トリップ公園。一橋航空。
で、ごまっちはどこにいるの？ん？ごまっちゃん向こう側、ここが解放されないといけない。あー、ごめんよ、雑だったね。あ、よいしょ。あ、ないか。3が4本おぉ3 よし、いいかな。じゃあ終わりますか。はい、終わります。3はいはいはい、わかったわかった。よし、じゃあ終わりますね。いくよよ、はいはい、よしよしよし、戻るんだちゃんと。よいしょよいしょ。17番すごいな、体型が。よし、よし、じゃあね。なんで出てきたの？もう終わりですけど。よし、どう？どう？ペンギンちゃんかわいい。よし、よし、よし。マジかな。